中京競馬、11レース、中京記念、1600です。能力偏差値ですが、B ランク3頭 C ランク3頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。6枠12番、ラノンスコーピオンです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層。 5層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混線の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はピンク色の着順が13着で紫の丸が1600。5層前はピンク色の着順が3着で紫の丸が1600。 1600は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が3頭います先行タイプが5頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです指数グラフに戻って この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は6番手からの競馬です。5走前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は75で8位です。上がり指数は70で2位です。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。 展開面は若干のプラス評価をしていいです馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。2枠4番、名称新武です。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、 前層に黄色線を上回っています能力的には上位混戦の一等で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1600 5層前は紫の丸が1600 1600は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はクバンテからの競馬です 5層前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は43で14位です。上がり指数は64で9位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。ハイペースも味方しそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。 両馬場では指数を上げています。明日も、両馬場なら、プラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は、12週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠10番。 ウィングレーテストです能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では前層5層前に黄色線を上回っています能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1600 5層前は紫の丸が1800 1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は4番手からの競馬です。5層前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は85で3位です。上がり指数は67で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。一枠一番バリアメンテです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一頭で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1800 1800が適距離ですが過去1年1800以下の出走履歴がありません1600への距離短縮適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は38で15位です上がり指数は71でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですハイペースも味方しそうで展開面はプラス評価していいですレース間隔を見ていきます今回は47週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます 暫定罰を打っています。1枠2番、手裏です。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位根線の1等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前は、紫の丸が1600、1600は適距離です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は91でトップです。上がり指数は62で14位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。 今回は24週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った4番の対戦成績は10番に対し1勝0敗と勝ち越しています4番の対戦成績は 高評価できます暫定黒三角を打った10番の対戦成績は4番に対し0勝1敗と負け越しています10番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定罰を打った2番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません以上の適正分析を考慮しました 最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは12番ラノンスコーピオンです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離と展開とレース感覚を高評価しました。対抗丸を打ったのは4番名勝新竹です。能力偏差値は2位の B ランクです。距離とレース感覚と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは 1>, 1番、バリアメンテです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離とレース間隔にリスクはあります。展開を高評価しました。白三角を打ったのは10番ウィングレーテストです。能力偏差値は3位の B ランクです。対戦成績にリスクはあります。×を打ったのは2番首里です。能力偏差値は5位の C ランクです。 レース間隔にリスクはありますが距離と展開を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。